皆様こんにちは。都市比較&不動産 YouTuber 国際エージェント鈴木です。いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いいたします。今回は東京都八王子市の話題でいきます。もともと関東では有名な都市ですが、今はご当地ソング、八王子の歌が紅白歌合戦にも登場し、今や全国的知名度かもしれませんね。関東にお住まいでない方のために、まず八王子の位置関係をお伝えします。東京都の南西部にある面積の大きな都市で、人口は58万人もいます。特別区以外でダントツ第1位の人口です。交通の便はよく、JR 中央線でも京王線でも新宿まで約40分で行けるので、東京のベッドタウンとして発展してきました。中央高速と圏央道も八王子で交差しているので、車も便利です。八王子市の西側は山地になっており、ミシュランで高い評価を得ている観光地、高尾山も八王子市にあります。東京都の特別区以外は、多摩地区と島しょ部がありますが、多摩地区だけで人口400万人を超えます。八王子駅周辺は、立川駅、吉祥寺駅、町田駅と並び称される多摩四大商業地の一つとされます。ただ近年は八王子から電車10分で行ける隣町、立川の勢いに押されています。立川駅の大発展が始まったのは1990年代のことです。1998年に多摩モノレールが開通して、北は東大和市、南は多摩市までが一気に立川商圏に組み込まれました。同時に立川駅の南北にペデストリアンデッキが整備され、高島屋と向かい合ううちに伊勢丹もできて、立川駅自体も大リニューアルされて、ルミネ、グランデュオ、エキュートと駅ビルが3本もできて、まるで都心ターミナルのようなすごい駅になりました。もともと八王子にあった裁判所や行政機関も立川に移され、業務系オフィスも八王子よりも立川を選ぶ流れになり、今や完全に差がついてしまいました。もともと私は立川 VS 八王子の比較を動画にしようと思っていましたが、調べれば調べるほど正直勝負にならねえなという感じです。例えば駅の乗降客数は2018年のデータで立川駅42万3000人、八王子駅22万9000人とほぼダブルスコア。2014年の商業統計によれば年間商品販売額が立川が 1.5 倍を占めます。商業地の最高地点地価では、立川駅が平米あたり528万円、八王子駅が255万円と、こちらもダブルスコア。正直、立川 VS 町田の対決なら良い勝負になるんですが、立川 VS 八王子だともう勝負ついたという感じです。立川が勝利したのには当然理由があります。首都圏の駅前商業は基本、地元人口と鉄道による高配置人口で決まります。つまり、歩きや自転車で買い物に来る地元の人と、鉄道に乗って買い物に来る人がどれだけいるか、それで決まるんです。まず、地元人口から言うと、立川と八王子では、駅1キロ圏内に住んでいる人は、八王子の方が8000人ほど多く、働いている人の数は、立川の方が逆に2万人ほど多いため、両者の合計では、立川9万8000人、八王子8万6000人と、立川ややリードといった程度ですが、鉄道の高配置人口においては、両者は10対1ぐらいの大差がついています。立川市は人口18万人しかいませんが、とにかく市外から買い物に来る人が多いです。JR 青梅線や五日市線の沿線では、昭島市11万人、福生市6万人、羽村市5万人、青梅市13万人、あきる野市8万人が立川の商圏人口と見込めます。そして、JR 中央線下り方向の日野市19万人、上り方向の国立市8万人もおおむね立川商圏だし、多摩モノレールでつながっている東大和市8万人、武蔵村山市7万人、多摩市14万人います。合計すると高配置人口が約100万人もいるんですね。つまり立川は広範囲から集客する商業都市なんです。一方で八王子は市の人口こそ58万人と大きいのですが、そのうち八王子駅の商圏として見込めるのは40万人いくかどうかでしょう。そして八王子の泣きどころは高配置人口が少ないことです。八王子駅に買い物に来そうな沿線は JR 中央線下り、八高線、横浜線がありますが、JR 中央線の下り方向はすぐ山になってしまい、その先は相模湖、富士の上野原など人口希薄な町しかありません。あと八高線の沿線も人口が少ないです。両方合わせて10万人いくかどうかでしょう。できれば横浜線でつながっている相模原市の橋本周辺を商圏に取り込めればいいのですが、その橋本駅はリニア駅ができると品川駅へ約10分で行けるようになり、間違いなく大発展するでしょう。将来的には八王子商圏から客を吸い取ってしまうかもしれません。要は八王子は立川や橋本などのライバル都市との厳しい競争にさらされる上に、地理的に山が迫るどん詰まりにあって、後輩地人口がこれ以上増えようがないんです。私の意見では、八王子は立川と商業的に対抗するよりも、地元民のための町と割り切って、地元のセンスで大いに盛り上げる方が良いと思います。幸い、八王子には絶好の舞台があります。それが、八王子駅北口から北西方向に伸びる歩行者天国の商店街、Uロードです。西放射線通りとも言いますが、これは立川にない八王子の強力な武器だと思います。駅北口から甲州街道の出口まで長さが約700メートルあって、まっすぐで見通し良い道だし、車も通りませんから、人が集まるイベントに最適な舞台装置と言えます。例えばの話、毎日ここで日替わりで祭りやってもいいんじゃないかな。盛り上げたい人が勝手に盛り上げる。ネタは何でもいい。サンバカーニバルでもいい。ジャズフェスティバルでも、ビール祭りでもいい。マグロの解体ショーをやってみんなで食べるのも良い。何でも自由にやらせる。少々問題が起こっても目をつぶるんです。毎日 U ロードに来れば何か楽しいことやってる。そうだ、八王子行こうとワクワク感を持てる場所にするのですね。箱物では立川には勝てない。でも人の営みなら八王子が勝てると思います。だって八王子は芸能界やアーティスト系ですごい人材を輩出してますからね。ユーミンがいる、ヒロミがいる、フワちゃんがいる、ローランドがいる、アンジャッシュも、ファンキーモンキーベイビーズも八王子出身、滝沢秀明も、西島秀俊も輩出してます。あと八王子はコンテンツもたくさんあります。八王子ラーメンがある、高尾山がある、夕焼け小焼けがある、八王子の歌がある、ご当地ダンスソング、僕らの八王子もある。そして歴史コンテンツも豊富です。八王子城址がある。甲州街道の八王子15宿も、八王子千人同心の故事もあります。大正元年創業の新井呉服店もあって、そこがユーミンの実家になってもいます。私思うに、Uロードに八王子の地元文化を象徴する何らかの施設があると良いと思います。多分、劇場かコンサートホール、あるいは屋台村あたりが良いと思うんですけど、夏暑く冬寒い八王子の気候で雨風をしのぎながら人々が自己表現できる建物、八王子らしさがあって、今後100年以上は存続し、この町の文化を子孫に受け継いでいける象徴となる建物がUロードのどこかにできたら良いなと思います。最後になりますが、私のピアノ弾き語り、八王子の歌をお楽しみください。八王子は東京なのに都心へ行くとき東京行ってくるという。八王子は東京なのに埼玉の方が早く渋谷に着ける。八王子は東京なのに天気予報はなぜか別枠。八王子は東京なのに電話番号03じゃなくて0426。バイクの免許持ってるおじさんはみんなボトボ相続。心霊スポットで怖いのは幽霊よりもたむろするヤンキー。ああ泣き面に八王子。八王子観光名所は北島さんのおうち。八王子、立川だけには負けたくねえ。八王子は東京なのに自然がいっぱいさ。−4とシルクロードのディナーの匂い。八王子、荒い極点はユーミンの時間。八王子、今日もピンポイントで謎の大雪。八王子は東京なのにホタルも見えるのさ。西の空を見上げれば大きな夕焼け小焼け。今日の内容面白かった、勉強になった、八王子に興味を惹かれた方はいいねとチャンネル登録をお願いいたします。それでは失礼します。さようなら。